はい、今回はですね2022年、11月22日火曜日に、登場しましたワンピースフィルムレッド DXF、ザ・グランドラインメンボリューム11のですね、バルトロメオの方をですねレビューしていきたいと思いますので、よかったら見ていってください。それではですね早速開封していきます。はい、4つのパーツに分かれて入ってるんですね。頭部と、胴体、それと下半身、台座、この4つですね。それではですね組み立てていきます。はい、組み立てが完了しました。いやーかっこいいですね。やっぱこのポージングですよね、バルトロメオといえば。はい、こう指をですね重ねてバリバリの能力でですねバリアを作っているこの状態ですよね。この指を重ねてる感じがまたたまらない。そしてこの不敵な笑み、もうバルトロメオそのものですよね。いやかっこいいな。ちょっと全体的に見てみましょうかね。はい、帽子なんですけども、こういった形で造形もしっかり作られてますね。これプリントなんですかね。この帽子の部分も綺麗に表現されてますよね。いやいいですね。顔もねよく似てるんですよ。いやいい感じですね。衣装もですねこの破れた感じがすごいこう綺麗に表現されてますよね。すごいリアルだと思いますね。でこういったチャックの部分のですねこの金物金属の部分なんかも本当に綺麗に表現されてると思いますね。まあ、それからジャケットの部分なんですけども、まあ、こういった形で、まあ、革をですねおそらく表現していると思うんですけども、まあ、結構こうテカったような感じになってるかなと思いますね。まあ、バルトロメオ以外のですねフィギュアたちのジャケットもですね、まあ、これぐらいの、テカリ感だったと思いますね。まあ、でもですね革っていうのはですねこうちょっとこうテカった感じになりますよね。まあ、なのでですね、まあ、結構上手に表現できてるんじゃないかなと思いますね。革な感じはなんとなくちょっと伺いますね。まあ、こういった形でですねズボンのシワなんかもちゃんと表現されてますね。まあ、全体的にですね陰影塗装というのはそんなに多くないかなと思うんですけども、まあ、筋肉のですね筋がですねたくさんあるので、まあ、あの陰影の感じは、結構あるかなとは思いますね。いいと思います。それではですねサイズの方を測っていきたいと思います。まず高さなんですけども、足からですね帽子のてっぺんまでで約 18.5 センチほどですね。続いて横幅なんですけどもジャケットの幅がですね一番広いところになりまして、約ですね 6.5 センチほどになります。で最後にですね奥行きなんですけども約 5.5 センチほどになると思います。はい、それではですね他のフィギュアとの比較をしていきたいと思うんですけども、グラメンサイズに近いもので、以前ですね、造形王で出ましたバルトロメオの方を用意しました。こちらのバルトロメオなんですけども高さがですねこの足元からこの頭のてっぺんまでで約19センチぐらいあるんですね。なので今回のバルトロメオよりもですね若干、まあ、こちらがですね 18.5 センチなので、まあ、若干ですね造形王の時の方がもう大きいかなと思うんですけども、まあ、それでもですね、まあ、一般的な、通常のですねグラメンのサイズよりもですね今回の、バルトロメオのサイズっていうのは大きいので、既存のですね、グラメンシリーズとですね並べても十分、まあ、身長差というのがよく表現できていい感じになると思いますね。はい、ちょっとですね真ん中にルフィの方を並べてみたんですけども、ワンピースのですね、設定ではルフィの身長がですね174センチでバルトロメオがですね2メートル20センチということなんですね。でフィギュアのサイズなんですけどもこちらのルフィがですね約 15.5 センチということで、バルトロメオのですねグラメン、造形王と比べてもですねこう身長差がですね本当にはっきり出てるので、もう今回のですねグラメンの、バルトロメオのサイズが、もういかに大きいものなのかっていうのが伝わるかなと思います。まあ、グラメンからですねこういった身長差をですねこうちょっと意識してちょっと大きめに作ってくれているようになっているのは、まあ、ちょっと最近の傾向で結構顕著に出てるかなと思うので、まあ、嬉しいポイントですよね。まあ、これからもですね身長設定が大きいフィギュアというのはグラメンでも少しちょっと大きめに作ってもらえると嬉しいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、フィルムレッドバージョンのグラメンより、バルトロメオのですね開封レビューの方をしていきました。
いや本当にですね、裏面の中でもですね、こう大きめに作ってもらってるので、いや本当にこう飾り映えが、まあ、身長設定のこう差を出すっていう意味での飾り映えがする、まあ、いいフィギュアだったかなと思います。次の動画はですね、バルトロメオと同日に出ましたトラファルガーローのフィルムレッドバージョンの裏面、こちらをですねレビューしていきたいと思いますので、ぜひ、次の動画も見てください。それではですね、今回の動画はこの辺りで失礼したいと思います。また別の動画でお会いしましょう。